今日午前十一時半ごろ、関市ホラド姿にの国道二百五十六号線で軽乗用車が前を走っていた乗用車に追突し、その弾みで道路脇の電柱にぶつかって止まりました。この事故で軽乗用車を運転していた激市大福町の無職浅野悩美さん（七十七歳）と一緒に乗っていた浅野さんの孫で、小学生の野村聡太さん（六歳）の二人が病院に運ばれました。 蒼田さんは頭蓋骨骨折に伴う蜘蛛膜下出血でおよそ2時間後に浅野さんが頭などを強く打っておよそ3時間後に死亡が確認されました追突された乗用車に乗っていた岐阜市の73歳の男性と70歳の女性の夫婦も病院に運ばれましたが意識はあり怪我の程度は軽いとみられます 警察によりますと、現場は道の駅ラステンホラドから東に200メートルほどの片側一車線の緩やかな右カーブの下り坂で、現在警察で事故の原因を調べています。朝野さんらは親戚の家に行く途中、追突された夫婦は帰省途中だったということです。